静岡文化芸術大学の今メディア造形学科の3年生の大東修司君とともにいる彼です。モーショングラフィックスっていうなんかこう綺麗なビジュアルを動画にしてこうかっこよく音と合わせてあの作った映像を出す死者ちょっと説明してくれ。あとね、おすすめなんです。あの糸弁当、糸弁当、糸弁当を作ってます。これ箸と、羊毛とかキラキラいろんな繊維が入ってて、寺田さん、はい、ゴブミと呼ばれてます。オリジナルのシルクスクリーンの版を自分で作ってイラストを描いて削りで布に印刷をして、違うの、すごい素敵なデザイン。僕も最近シルクハマってるんで教えてほしい。はあのワッペンを作られていて、エースワッペンストアというお店をやられてます。リアルタイム。後輩の熊
まこっていうそこのかいこちゃんが東京からわざわざやってきてくれて作ってくれました。そうなんで図形がまあ素敵だなということで、あの自分でこれ手で描いたそうです。よくこんなの手で描けるなって思うんで、実際に手を取ってみていただけたらと思います。拍手。アンティークの着物の生地とこの遠州地方で作られてる遠州紬っていう生地があるんですけど、その生地で作ったものがあります。全部一点物なので皆さんよかったらあのどうですか。着物着てます。着物着てるお姉さんに声かけてください。お願いします。2人しかいない。見ててください。ありがとうございます。で本当可愛いんでぜひこう手の向きを白牡蝶っていう、なんかよくわからないユニット名の二人が作った陶器があります。詳しい説明はしちゃいけないそうなので、実際手に取ってみてください。二人が作りました。二人に話しかけてください。こんにちは。ありがとう。今日はピアスメインに持ってきてくれて、名前はクレオパトラピアス。ちょっと噛まないように必死だったね。じゃあちょっと続きまして水平移動してこの下の段、作ってくれた。あ、みんなちょっと飽きてきた。みんなちょっと飽きてきたんじゃない。これこっち見て。4テンパ。そこがテンパです。再び説明再開。なぜかアルミホイルが置いてある。こんな家庭的なものが。皆さんこんばんは。外の寒い中、靴を売っています、ウェバタと言います。ぜひ見に来てください。人によるじゃあ、続いて下に行きます。カリ君は、まあ、なんつうか、イケメンです。イケメンだ。でこれは、でも自分で組み立てる規定からしいです。その辺の説明をお願いします。どうも、カインです。おはようございます。900円でやってます。手伝いたい。よろしくお願いします。ありがとう。拍手。なんか僕は特徴とかよく知りません。だけど彼が夜な夜なミシンをカタカタやって作ってる姿を見ました。特徴は分かりません。ただ愛がこもってます。なこれいくら？750円。松本陽介さんいらっしゃいまして野菜売ってます。でこの方はあの僕があのオーガニック百姓広場っていうあの西区の伊佐治町であの月2回こう無農薬野菜とかを作ってる方たちがこう集まるマーケットっていうのがありまして、そこで出会ったんです。で本当にそういう無農薬の野菜を作るっていう難しいことだと思うんですけど、中田島の方でいろいろいろんな種類の野菜を作ってるそうです。本当に大地の力のみで無肥料無農薬で作ってます。ぜひお買い求めください。僕はね買うよ。僕は買う。お願いします。ありがとうございます。エバちゃんの靴。グループ面接と。
ルーリョからの産地を整理されて、どうするか。浜松の好きなところは、海もあって、山もあって。浜松のいいところをたくさんの人に知ってもらいたいと思います。ありがとうございました。メッチン、今日の公演者のカメラマンをやってくれご紹介したいのは、ちょっと大きいものが多い。こんばんは。こんばんは。今、節前を出してます。大池立てるというのがあります。動画を撮って。